こんにちは。副業コーチの吉成聡です。よろしくお願いいたします。さて、今回、あなたにお伝えしたいテーマは、人生を変える簡単な方法ということについてお伝えしていきたいと思います。これ、結論から申しますと、イエスマンになれということですね。あの、イエスマン。 あの、ちょっと悪いイメージ。あの、こう何てうんですか。わかりました、わかりました、みたいな感じで、こうダメな人間みたいな象徴とも言われるイエスマンなんですが、えっと、ここで言うイエスマンは、まあ何でも受け入れるっていうことですね。相手の提案に対して、 相手のお誘いに対して何でもイエスを言うということです。で、これ、ぜひ見ていただきたいのが映画があるんです。あの、イエスマンっていう、そのままです。イエスマンっていう風に検索すると出てきますので、もしかしたらアマゾンプライムとかネットフリックスとかどこかで、あの、無料で見れるかもしれない。無料でっていうか、登録してれば見れるかもしれないので、そちらの方をご検索して、まだ見てない方は絶対にこれ見てください。えっ、ー、と、作品としても面白いですし、非常に教訓を得られます。で、本当にその中に出てくる男性は、もうすべてにイエス、 イエスを言ったんですよ。あの、お金くれって言われたらあげちゃうとか。<laughs> あの、もうすべてをイエスで、もうどん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 成功していく。すべてイエスで、本当にお金も得て、仲間もできて、パートナーもできていくっていう。あの、まあ、実際にはないだろうみたいな感じではあるんですが。ただ、もちろん、あそこまでうまくいかなかったとしても、確かに、ああいう風になりうるとは思うんですよ。なので、ぜひ、今の人生を変えたいという方は、ノーを言わない、イエスを、 一定期間ちょっと言ってみるっていうのがいいんだと思います。僕も、あの、今でもそうです。イエスマンをやっぱり参考にして、基本的にイエスなんですよ。あのーあ、ちなみになんでイエスっていうことによって人生変えられるかっていうと、それやっぱり自分の考えで判断しないからなんだと,だと思います。今までは自分がこうしようと思ったことをやり、あるいはその自分がこうしようと思ったこと以外の、あるいはこうしたいと思った以外の相手の誘いは、いえ、いやですって断ったと思うんですよ。ところが、 自分がこうしようと思っていること以外の誘いがあったら、それもイエスにしなきゃいけないんで、非常に、あの、活動範囲が広まっていくんですね。人生の活動領域、視野が広がっていくんですよ。なので、このイエスは、ある意味ですね、人生本当に変えたいという方にはおすすめです。で、えっと、僕もですね、このイエスマンを今でも実行しています。なので、基本的に、あの、飲み会とか誘われたら、基本的に料金とか場所とか聞かずに、 Yes! って言います。で、たまに <laughs>、めちゃめちゃ電車で1時間半ぐらいかかるところとかあるんですが、まあ、それ、うん、聞けばよかったなと思いながらも、まあ、いいやと。あの、行ったことのない駅に行けるからとか、もう、誘われなければ二度と降りない駅とかに行けるやっていうことで、まあ、いい体験だなと思って行きますし、あと、それがどんな飲み会であっても、はい、今の自分の仕事に生きるとか、そういうことだったらもちろん OK ですし、そうじゃなかったとしても、普段関わらないような方と関われるということで、 まあ、いい経験だなと思って参加するんですね。あとは、今僕も、まあ、オンライン講師業をやってるので、いろんなところから講師やってくれませんかっていうふうに言われたら、基本的にイエスって言います。で、えっと、いただける報酬とか内容とかを、もう聞かずに基本的にはイエスを言、言います。はい。その後から、実は無料のセミナーだったとか、いろいろあって、まあまあいいかとそれは思うんですよね。非常に普段出会えない。自分が企画して、自分のプラットフォームで、えー、やる。 のに、まあ、ご参加いただける受講生じゃないところですから、えっ、ー、と、普段は絶対出会えないような方と出会う機会なので、もうそれは全部イエスにしてます。で、ここで一個、ツッコミは絶対に入ると思います。そうは言ってもっていうところですよ。そうは言ってもなんですよ。えー、そんなことになったら、えっ、ー、と、じゃあ僕にあった、あの、お金くれよって言ったらくれんのかよとか、そういう話になってくると思うんで、やっぱり、自分なりのその、すべてイエス、原則イエスなんですが、で、全部イエスでいける方は本当に、 いいですよ。それもうそれはいいと思うんですが、やっぱり全部イエスで答えると、人生、現実問題的には、もう不具合というか、不都合でしかないんで、ある程度一定のルールは決めていいんだと思います。え僕にもマイルールがありまして、原則イエスなんですけれども、ノーを言うときがあります。それは、他の、えっ、ー、と、誰か、 の、と、すでに約束がある場合は、後からの約束はのを言います。で、ここで大事なのが、誰かとの約束がある場合に限ってのを言うってことなんですよ。自分の予定は気にしないってことです。例えば、今日、これやんなきゃな、この勉強しなきゃなとか、えっ、ー、と、これをやる予定だったとか、これを見る予定だったとか、自分一人で完結することの場合は、もうその相手の提案に対してイエスでそっちを優先します。はい。なので、例えば、 3時間後ぐらいまでにやらなきゃいけないことがあるとして、えっ、ー、と、それでも、今、お誘いが来たら基本的にイエスでもう行きます。もう、自分のやることっていうのは二の次で考えます、そこは。もう、それは何とかすればいいんですよ。もうイエスで行って移動中に頑張ってそれを仕上げるとか、で、本当は、 まあ、そうですね。えっ、ー、と、寝た上で起きてやろうと思ってたことが、もう予定が入っちゃったら寝ずに頑張ります。もうそれは自己責任なので、一応こう、じ人生を変えるためにイエスのルールを採用した以上、それはもう自己責任なんですよね。なので、えっ、ー、と、自分の中では、えっ、ー、と、誰かとの約束は優先します。他の戦略があれば優先しますけれども、自分の予定は優先しません。 <laughs> これ自分の予定を優先すると、基本的に今までと変わらずに全部ノーで終わっちゃうんで、誘われても、あ、今日ちょっと忙しいからごめんなさいってなっちゃうと、それも全然変われないので、ある程度ここは自分だけの予定の場合は、誘われたことを優先した方がいいんだと思います。あとは単純にお金をくれとかお金を貸してくれっていう、その金銭の、えっと、贈与とか対応に関しては基本的に NG を僕の中では出しています。それは、 ま、僕も無人像にお金があるわけじゃないですし、あとは相手のためにも多分ならないと思うんですよね。はい。なので、えっ、ー、と、そこは NG にしてます。No を言うようにしてます。あと、まあ、僕は男性なので基本的にないんですけれども、えっ、ー、と、女性の場合とかだったら、これ、もし私何でもイエスって言いますって言ったら、こう、いわゆるこの肉体関係を求められた時も、No と言えないのかっていうと、それも、ちょっと、あの、現実的じゃないので、そういうのは No を言っていいと思うんですよね。こういう感じで、 自分なりの NO のルールは何個か決めていいと思うんですが、それも必要最小限度です。この NO のルールがけ多いと結局今までと変わらないので、変わるために Yes Man のルールを採用しようとしてるのに、NO が多すぎると結局変わらないので、極力、えっ、ー、と、この NO という場面は少なくしていただければなと思います。はい。というわけで、ぜひ Yes Man の映画をまず見てください。そしてその上で、今を変えたいな。 よりよく変えていきたいなーって思う方いらっしゃいましたら、イエスマンのルールですね、採用してみてはいかがでしょうかというご提案でございました。今回の動画についてはここまででございます。えー、この動画では副業ですね。 楽しく仕事をする、楽しく人生を送る、そういうことをテーマとした動画を発信させていただいております。もしよろしければチャンネル登録お願いします。あと、この動画の下の説明欄の LINE 公式アカウントですね、登録していただくと無料のプレゼントありますし、あとはこの YouTube では発信しないような内容も発信していきますので、よろしければそちらの方の登録もお願いいたします。それではまた他の動画でお会いできること楽しみにしております。この動画最後まで見ていただいて本当に感謝でございます。また、えー、とよろしくお願いします。それでは失礼いたします。